もうこれ YouTube だから言いますよ。高校在学中にアルバイトをしようとして何回も面接をしたんですよ。なんでかっていうと、面接を遅刻していったりとか、すげえロン毛でピアスとか開けてね、ちょっと普通に働く人じゃないだろうなっていう風貌だったんで、その時ね、アルバイトもできなくてね、フラフラしてる時に打ち子っていう仕事に出会ったんですよ。打ち子って何かっていうと、スロプロに雇われて日給1万円とかでね、言われた台をね打つっていうね仕事だったんですよ。僕はね、当時悪い友達からね、そういう仕事があるんだよって言われて、アルバイトもね受かんないし、どこも就職できないし、学校も行ってないし、プータローみたいなことやってたんで、もうやろうかなと思ってやったんですよね。そこでね、初めてスロットっていうものに出会います。当然高校生だったんで、今考えてみると良くないことだったと思いますし、未成年のギャンブルを推奨してるわけじゃないんで、ここはね誤解しないでください。僕のねばっかりし頃の過ちというかね、しょうもないんですけど、そこでね人生のターニングポイントに、ね、なったと思ってるんですよね。何がねすごい勉強になったかっていうと、期待値なんですよね。スロットの考え方っていうのは、設定っていうのがね1から6まであって、数字が大きい方がね出玉がよく出るんですよね。で、当時はその設定を解析をして、とにかくねひたすら期待収支、期待値が高いことを繰り返すっていう、まあ、作業なんですよね。これはロジカルに期待値があって、期待収支が見込めるから投資するんですって感じなんです。その時に僕はね、投資っていう考え方はね、ある種学んだと思うんです。これが僕の人生にとってものすごくね大きかったですし、後に若くしてお金を稼げたね、なんか一つテーマだったと思います。それからね、打ち子の仕事をした日当を手にね、自分のお金でパチスロを打ちに行ってね、スロプロみたいなこともちょっとやったんですよ。今振り返ってみると、結構勝ってなかった、むしろ負けたんじゃないかなと思うぐらいなんですけど、その時にそこでまた新しく学んだことが、自分のお金を使って自分でリスクを取ってお金を増やすってことなんですよ。高校生にとって1万円って大きいですよ。本当真剣になりましたね。人間自分のお金じゃないと真剣にならないと思うんで、それで初めてね、お金っていうものの重みと大切さをね学んだと思うんですよ。それと同時に期待値っていうものの大切さ、もう絶対お金増やしたいんで、出ないような台を打ちたくないから、絶対出るような台、期待値が取れる台を打つっていうことのね大切さを学びました。でね、僕がすごい好きだったのが南国育ちっていう台だったんですよね。そのね台のね最終日ですね、別れだなって、もう青春終わるなっていうことで打ち納めしてきました。そしたらね、女神は微笑んでくれたのか、メダルを入れてはわずか1ゲームでですね、ピカンと光ったんですよ。そっから連チャンして蝶々も飛んでですね、最高のねフィナーレを迎えたんですよ。あ、これは南国育ちの女神に愛されてんだなと思ってね、気持ちよくね店を後に出たんですよ。そこでね、せっかくこの蝶々がくれた運命、なんかすごいエモーショナルな気持ちになったんですよね。このお金を自分の人生に役立つことに使わないとダメなんじゃないかな、これは蝶々が教えてくれたんじゃないかって思った。